またはクッキーである通常型の決まった人の形をしているが季節のテーマやキャラクターのような別の形をすることもあるジンジャーブレッドは15世紀から作られ姿をかたどったビスケット作りは16世紀には行われていた姿をかたどったジンジャーブレッドのビスケットが文献上初めて確認できるのはエリザベス一世の時代である 彼女は重要な客人の何人かに似せて作り、新定された、ジンジャーブレッドの人形を持っていた。ジンジャーブレッドマンと、妻ジンジャーブレッド売り多くのジンジャーブレッドマンは、背が低く指のない、大雑把な人型をしている。多くのジンジャーブレッドマンは、顔があり、作り方はレシピごとに異なるが、大まかに顔の生地を押して作るか。 キャンディーをアイシングやチョコレートに埋め込んで作るかに対別される。他の飾りは髪、半袖、靴などがしばしば見られるが、最も人気の飾りはシャツのボタンである。これは伝統的なものであり、グミやアイシング、レーズン等で代用される時もある。ギネス世界記録によると、 世界一大きいジンジャーブレッドマンは2009年11月9日にノルウェーオスロのイケアフルセット店のスタッフによって作られた。このジンジャーブレッドマンは重さ1435.2ポンドあった。ありがとうございます。